はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。さて、今日はですね、定期テスト対策に、現氏面白あらすじの、まあ、ちょっと番外編的なものをですね、やってみようと思います。リクエストをいただいたんでね、ありがとうございます。明石の君との出会いまでというお話になります。さて、よくわからない漢字のものが出てきたと思いますが、まずど真ん中に、キリツボインというね、え光カルゲのお父さんにあたりますね、人物がいらっしゃいます。で、このキリツボインがですね、 古紀伝の、もともとは女王子という位だった女性と結婚してまして、その間に子供が生まれます。そしてその子供が、霧壺院のですね、まあ言うたら、次の味方というふうになりまして、朱雀天皇というふうに天皇陛下の位に即位されました。なので、古紀伝の女王子はですね、女王ではなく、王貴彩、まあ王貴妻とかっていうふうに言ったりするんですけども、表現が変わるようになります。で、この古紀伝の女王子というのがね、王、えー、貴彩というのがですね、お父さん が右大臣なんですよね。 なので、右大臣家はですね、天皇の、まあ、いわゆる外籍という表現を使うんですけども、天皇陛下のおじいちゃんですからね、まあ、右大臣はもう、ゴリゴリに権力を振るっていけるようになるわけですよ。一方ですね、桐壺つの行為という女性も同じようにえ、同じ時期にですね、可愛がってました。というか、ま、あ一番可愛がってました。その間に生まれたのがですね、光源氏という、もう、嫌いのプレイボーイが生まれるわけですけども、この光 を生んだ後ですすすす。ね、ね、ぐキリツボの行為はでで、ね、なくなくってしまいまいもうそのあまりの悲しみでね、切りつぼ院お父さんはですね、えー、同じように切りツボにそっくりな女性を探し求めるわけですよ。で、藤ボという女性を見つけます。この人もですね、藤ボの女吾というふうに初め登場した時にはなるんですけども、まあ切りツボ亭がですね、あまりにも可愛がりすぎて、藤ボの中宮というね、えー、位まで登っていきます。 そして、光源氏はですね、成人しまして、葵の上というね、女性と結婚します。この葵の上のお父さんが、左大臣という位になるわけですね。だから、右大臣家と左大臣家という風に二つに分かれてて、いい感じでパワーバランスというのをこういう風に、うおーという風にね、えー、保ってきてたわけなんですけども、このパワーバランスというのが今回ちょっと崩れていくことになるんですが、まあ、それを見ていく前にちょっとね、話進めていきたいと思います。この光 源氏ね、葵の上と結婚しながら、藤坪の中宮のことをめちゃくちゃ気に入ってしまいまして、まあ周りがね、お母さんに似てるからだよ、お母さんに似てるんだよって言われて、お母さんのことを全然覚えてない光源氏はですね、だん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 ,だんこう、女性としての理想像みたいなものを、その、 このツボの中宮の中に見つけてしまいます。まあ、なので完全にはマザーカーンという感じになるんですけども、まあ、それでね、単純に憧れてるだけだったら別に話はおかしくなかったんですけども、この光源氏とツボの中宮の間にですね、一人の子供が生まれてしまいます。もうこんなもんは大スキャンダルになりますね。たとえばお父さんって言ってもね、このお父さんが帝ですからね、この帝の妻、 を横取りしたということはもうそれは大変な罪になるじゃないですかなので、えー、このキリツボ院とフジツボの中宮との間に生まれた子供だというふうにしてですね光源氏との間に生まれた子供だというのは、えーもう 完全にもう隠していくというトップシークレットとしてね、もうまさに墓まで持っていく秘密としてやっていくことになります。その、東宮と光源氏のことをですね、キリツボインはですね、お願いします。 っていう風にね、スザク天皇、次の天皇であるスザク天皇に、えー、お願いしますっていう風に託していくんですよ。で、託した後、ケリボ天皇はケリボ院ですね。もう亡くなってしまうんですが、光源氏はですね、まあ、嫌いの女癖というのが全く治らずにですね、このおぼろづくよという女性ともですね、関係を続けるというか、関係を持つことになります。で、このおぼろづくよというのが実はですね、スザク天皇の 妻みたいな、まあ内視の神という感じなんで、まあ妻というかっていう感じはするんですけど、まあおいおいはね、制裁にしようとしてたみたいなんですけども、えー、いわゆる女性の秘書的な感じの役割として、まあこの朱雀天皇の近くに使えさせて、で、おいおいは妻としてね、実,実質制裁としてね、えー、扱っていこうと思ってた人がいるんですよ。それは誰かというとですね、実は、 古紀伝の女王の妹に当たるんですよね、おぼろづくよって。なので、右大臣家としては、自分たちの地位を盤石にしたいですから、この妹のおぼろづくよと、そして古紀伝のね、この大さ崎の間に生まれたこの朱作天皇と結婚させて、さらにまた次の帝というふうに考えてたんですよね。 なのに、光源氏がですね、実はこのおぼろづくよと密会しているという状態になってるんですよ。やばいでしょ、これ。こういうちょっとね、えー、人間関係というのを踏ま,踏まえていただいて、ちょっと話見ていかないといけないんですが、キリツボインが重病で死を悟り、スザクティに東宮と光源氏のことを託して崩御。まあ、死ぬってことですね。なくなってしまいます。だから、キリツボインとして、頼むな頼むぜ、スザクティのっていう。 光源氏と東宮のことをなんとか、なんとか言うてね、亡くなっていきはるんですけども、しかしと、時勢は右大臣系と移ってしまい、光源氏の方はですね、どん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 衰退していきます。まあなぜかというとですね、光源氏は一応左大臣型の方に行っちゃうので、右大臣としてはいわゆる政治的なライバルになるんでね、えー、どん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 光源氏の方はですね、力を失っていくわけですよ。 それに対し、古紀伝の女王子の方はですね、パワーアップしていきます。もうなんせ味方のお母さんですからね。藤士坪は光を頼りにしていくわけですよ。もう藤壺坪の中宮としてはもうこうなったら頼りになるのは光源氏だけやと。光源氏だけを頼りになんとかこの息子である東宮をって思うんですけども、その東の本人の光源氏が違う意味で藤壺坪に執着してるからですね。もうええやん。そんなええやん。言うて、藤壺。 フジツボ坪って来るからですね、もうこれはもうあかんということで、藤坪の女王まあ中宮ですね、フジツボの中宮はですね、この霧坪院が亡くなった一回忌の後にですね、出家を決意し、実際出家をしてしまいます。そして完全に光源氏の手の届かない場所に行ってしまうという、もう何たるこっちゃっていう感じなんですけどね、えー、そういう事態を光源氏は引き起こしてしまいます。 そして一方ですねオボロづクエというのは帝のないしの神になっていたんですけどもヒカルとの密会は継続中とところがある日ですね夏のある夜この密会をですねもうこともあろうにというかよりによってというかねえー、右大臣に目撃されることになってしまうんですよもう最悪ですよねまさに今の 天皇陛下の奥さんとか、その女性に手を出してるということになったので、 光源氏はですね、在任にされる前にですね、都を離れることを決意します。まあ、いへ向かうことになるんですけども、当時、他にも付き合っていた花散る里という女性とか、えー、もう、いわゆる、もう、光源氏がもうずっと可愛がって、可愛がって、可愛がってきた紫の上を残してですね、島へ移動していくことになります。そして、その島へ渡りですね、1年間過ごすことになるんですけども、この島での生活がですね、もう、あまりにも悲しかった、まあ、都と け離れてますもうこの平安時代っていうのは基本京都の周りだけがすごい発達してて周りはねもう本当にど田舎なんですよ言うたらだからもう訳わからんともう光源氏からしたらねもうなんかもう周り半径もう20キロぐらい。 コンビンなないいみたもうだからね、あまりにも悲しくて辛くてですね、毎日泣いて過ごしてたんですよ。だからある日和歌を読みまして、光源氏は自分の流す涙で布団が浮いたっていうね。うどんだけ涙流してんねんっていうね。もう部屋がだからこう涙でなみなみといっぱいになりましてね、涙でなみなみとね。うん。で、もうその布団が浮いたっていうね。<laughs> わけわからんよ。光火でも骨なんかミイラなんぞっていう気しますけども、そんな状況で光る現地は生活してたんですよ。 ある日ですね、突然暴風雨と天変地異が何日も続くような事態が起こりました。夢にですね、起立母ンが現れます。これ、光源氏の夢にね。そして、お前一体こんなとこで何をしているんだと、早くこの地を去れという風にね、光源氏にですね、なんか言ってくるわけですよ。で、お、お,お父さんおお、ごめんね、言うてたらですね、翌朝。 晴れた海に赤子の入道と呼ばれるね、いわゆる地方の豪族です。赤子という風うに名前がついている通り、赤子です。その赤子の豪族の入道がですね、船で現れまして、誘われるまま赤子の方へ移動することになります。で、このね、赤、え、子、ー、の入道の狙いというのは何かというと、元々はね、結構貴族の血を引いてるんですよ。 実はね、明石の入道っていうのは。で、今、この都から離れた明石というところにいるけども、なんとかこう、返り裂けないかなっていうチャンスをずっと狙ってたわけなんですよ。で、ここでね、なんか、妻に非常に身分の高い、なんか、光源氏とかいうやつが流されてきているらしいと。これはチャンスということで、光源氏を迎えに行き、娘である明石の君に期待をしてるからね、光源氏との結婚を光源氏に、 期待するわけですよ。で、光カルにも頼むんですよ。どうすかうちの娘、どうすか言うて、この明石の君がまた非常に美しくですね、性格も良いという状態なので、 光源氏は分かりましたということで、明石の君へですね、手紙を出すんですけども、えー、明石の君の方はというとですね、やっぱりもう相手はですね、この天皇陛下の子供やし、もうゴリゴリの宮中での洗練された貴族やから、あまりの身分の違いからですね、将来への不安も感じ、慎重な問い問態度をじめはとります。 はじめはね。えそして、光るゲンもですね、紫の上の方にちょっと悪いなぁと思いながらもですね、手紙のやりとりを繰り返すことで、徐々に明石の君に惹かれていくという状況がねえ、生まれてくるわけですよ。で、結果ですね、どうなっていくかっていうと、まあ、 付き合うと。そして結婚して子供まで生まれるという状況になります。で、これを光源氏ね、紫の上の方にも手紙でね、報告してるんですけどもね、えー、初め黙っとこうかと思ってんけど、いや、それはあかんと思って、明石の上のことをね、こう、言うんですけども、えー、紫の上からはですね、えー、手紙が送られてきます。うん、いつ、ただ若の実。 で、その和歌を見たね、光源氏はですね、赤詞の上のことで、えー、この紫の上を傷つけてしまったとね、もうひどく反省して、一旦赤詞の上とね、距離を取るということを取ったりするんですよ。で、それがまたね、この赤詞の上を非常に傷つけるというような、もう完全にもう負の連鎖ですよね。<laughs> お前は一体、何が原因で赤詞や住まへ行ったのかというね、 いう状況なんですけども、この話もう少し先の話をしとくとですね夢の中にキリツボインが現れたのは実は光源氏だけではなく朱雀天皇の方にもですね実は夢の中に現れてるんですよそしてめちゃくちゃ朱雀天皇のことを睨んでるんですひたすらに。 で、その夢を見てからですね、朱ク天皇、目を患いまして、目が非常に悪くなってですね、ああ、っていう風になるんですよね。で、それをお母さんである小祈念の大きさに言うんですけども、もう何を言うてんねん、言うてね、一周されてしまうんですが、朱ク天皇の目の病気が全然良くならないと。えー、そしてですね、右大臣が死んじゃうんですよね、お父さんが。で、もう自分の子供である朱ク天皇のこともですね、悪くなっていく一方やと、ああ、これはあかんかもしらん、い みたいな感じでスザ天皇がね、えー、光源氏にですね帰ってくるようにという戦時を出すことになるんですよ。まあそして明石の上間に子供まで生まれてしまってるんですけどもまあ、そういう関係なんですがしゃあないですよね。戦時ですから帝から帰ってくるようにと言われたら当然命令を聞かないわけにはいかないので光源氏は明石から京都へ帰ってくることになるんですが。 その光源者ですね、あまりにもやっぱかわいそうやから、赤子の上がね。なので、間に生まれた赤子の姫君という名前がつくんですけども、この姫君だけでも引き取ってね、京都で生活させないかというふうに、もう赤子の上に対してですね、ちょっとこう、お誘いを送ることになるんですよ。もうやってること、完全に罪深い野郎ですよね。 <laughs> だってですよまあ自分勝手ではないけど、えー、明石の君とね間に子供生まれてラブラブにやっていくのかと思いきやですね京都に帰ってしまいんで京都からですね娘だけでもどうですかとか言われたらお母さんとして「わそれ!」<laughs> って、ね、みたいなね、えー、なるじゃないですかもうこれ大変ですよねあまりの悲しみですねもうだいぶ明石の上は悩んだんですけどもまあこう娘のことを考えてね、えー、最終的に光源氏の元 元へ、えー、明石の姫君を送るという決断をすることになるんですがまあそれはまたちょっと先のお話という感じですねよろしいでしょうかなのでこの辺人間関係がちょっとむちゃくちゃになってるんですけどもまとめますと、えー、この右大臣家が力を持ってて古紀伝のね、えー、このもう古紀伝光源氏のことめっちゃ嫌いなんですよその古紀伝の妹の朧に手を出してしまってしかもスザ天皇との関係もあるのにね 手を出してしまった結果、光源氏は赤氏へ行かなければいけないという状況になったと理解していただければいいと思います。よろしいでしょうか。はい、ということでリクエストいただきました。赤氏の上、赤氏の君との出会いまでのあらすじをね、えー、ざっと説明しました。ちょっと少し長い動画になってしまいましたけども、テスト頑張ってください。それでは皆さん、バイバイ。